スタンリー・G・バウム作、奥益男役、ぬめり会。1、時は2000年、アメリカは戦時下にあり、全力でアジア連合と戦っていた。でもアメリカ人は、軍の将校ですら休養する余裕があった。休養は必須であり、凄まじい戦いから心を癒してくれる。リチャード・リスター中尉は、水泳パンツを履き、浜ご座に座り、サンフランシスコ湾岸にあるシールロックスで、沖合の太平洋を不機嫌に眺め、日焼けした両膝を両手で抱え、褐色の顔を引きつらせていた。横に座っているサリー・アンバーに言った。戦争の話はやめよう。僕たちのことを話そう。サリーが黒い瞳を妙にクリクリして、顔を向けて真面目に言った。そんな顔をしないで、ディック。特にあなたは重要な部門に勤めている。からかっているんじゃない。本気よ。あなたの軍用細菌生物局がなければ、この国はどうなる？アジア連合の細菌で絶滅させられる。確かに、もし敵側に細菌学者がいなければ、我々の細菌でやっつけられるのだが、行き詰まりだよまったく、こんな戦争は。アラスカを見ろ。今1年以上、敵将のカーンは、アラスカ先端のロッキーポイントからエスペンバーグ岬までの狭い一角を支配しているが、我々はこの戦線を1ミリも動けないばかりか、敵も同様だ。両軍ともべっかり電界で守られており、突破できない。アラスカは重要な鍵であり、そこにカーン本人がいる。敵のべっかり電界を突破して、奴を殺しさえすれば、アジア連合全体が壊れるだろう。奴がいてこそ、元来は敵同士の連中、例えばシベリア系ロシア人、ジャップ、中国人、タタール人などをまとめ上げられる。奴がいなければ、連中は数時間で互いの喉をかき切るだろう。じゃあ、なぜ誰か何かしないの？と、サリーがいたずらっぽく聞いた。確かに試したさ。十数人の勇敢なアメリカ人が敵の前線を突破して、奴を暗殺しようとしたが、残念ながら捕まって、ひどい拷問を受けて死んだ。サリーが震えて浜ご座の一角を引っ張って、自分の肩に巻きつけて、そんなの勇敢じゃない。君の勇気とやらにかけたいね。なぜアメリカは軍隊をアジアに上陸させないの？君も知っての通り、アメリカが海を支配したのは、6ヶ月前にマリアナ諸島からカーン艦隊を全滅させてからだが、奴はアジアに1000万の兵士を抱えている。そんなところに我が500万人を上陸させてどうなる？ダメだ。強靭カーンはアラスカで何とかして叩き潰さねばならない。不意にサリーが言い切った。カーンは強靭じゃない。なんで知っているんだ？会ったことがある。アジアに行っていたとは知らなかったな。あなたの知らないことがいっぱいある。父が死んで私は金持ちになった。あちこち旅行した。3年前はとうとハルビンにいたし、さらに成都モスクワにも行った。そうか、強靭カーンに会ったのか。ステファニー王女を見たことは？どんな人？美人だとか。サリーが肩をすくめ、陽気に答えた。ええ、美人が好きならその通りね。陰気で、ハザールの根血で、年は私と同じくらいよ。なぜ聞くの？あなたの小話を続けて。僕たちのことかな。サリーが細い手を伸ばし、リスターの膝を軽く叩いて。いいえ、べっかり殿下のことよ。何なの？作動原理は？リスターが困って眉をしかめ、女性でもわかる言葉で説明しようと努めた。モレルの渦電流実験の応用だよ。僕は植物学者で電気技師じゃないけど、磁力線を屈折させることぐらいは知っている。このように働くんだ。アラスカ前線では、両軍の上空に電磁力の屋根、つまり磁場を科学者たちが作った。どんな砲弾や爆弾も、この磁場を通過すると瞬時に白熱する。そのわけは、渦電流が磁場によって発生して、そのため空中爆発する。どの都市も同じようにべっかり電界で守られている。知ってるだろう？ヘリコプターがサンフランシスコ市の境を出るときは、一旦止まって、鉄で遮蔽された地下道を通って、べっかり電界を越えなければならない。そのわけは、タンク壁が熱せられ、ガソリンが発火するからだ。弾頭はどうなの？もちろん弾頭は電界を通過できるけど、弾頭でどんな大打撃を与えられるか。だって我が軍のヘリコプターがどんな敵の航空隊も撃ち落とせるよ。敵が弾頭を落として都市に損害を与えるとっくの前にだ。それにアラスカ前線について言えば、両軍がやれそうなことは、せいぜいアラスカ州隣のユーコン丘に岩片を少々ばらまく程度だろう。嫌だね。戦況は膠着している。カーンは海から駆逐されたが、まだ膨大な敵軍が我が軍のアジア侵攻を防いでおり、べっかり電界のためにアラスカでは両軍とも1ミリも動けない。消耗戦にもなり得ないよ。だってアジア連合合衆国ともに完全に自立しており、飢えて降伏するなんてありえないもの。そう思っているの？とサリー・アンバーが妙な声色で言った。突然、話題を変えるかのように、すべやかな褐色の肩をすくめて、さりげなくこう聞いた。アレン提督が土曜日にここへいらっしゃるの？いや、来ないと思う。と、リスターがぐっと自制した。アレン提督がリスターに極秘で教えてくれたのは、アジア軍のアラスカ補給路を断つために、ベーリング海峡を集中攻撃するよし、太平洋艦隊はマリアナ諸島近海で交戦して以来、部領を囲っており、土曜日の夜明け前、秘密裏に航海することになっている。リスターが目を向いてぴしゃり。なぜそれを？知っていたとしても言わないよ。だろ？ふふふ。バカね。ちょうど考えていたのよ。提督とあなたと諜報部のジムキャス隊員を自宅に呼んで、土曜日に夕食をご馳走しようと。だって、まだジムキャス隊員に会ったことがないのに、あなたがよく話すものだから興味がある。結局、ディックの友人なら。と言って、サリーが優しく微笑んだ。リスターが首を横に振っていった。キャスターは友人じゃない。軍事情報部の将校に過ぎない。時々僕の研究室に乱入して、情報や揉め事を探してほじくり回す。ぞっとするよ。あんな冷血感は知らない。実母を銃殺隊に引き渡しかねない。それで戦争に勝てると思えば。あなたか私か、どっちか国家に貢献できると思わない？それに、大尉の冷血にも惹かれる。会ってみたい。好きにしな。もう一度泳ごうか。サリーが不服そうに唇をとんがらせて、きっぱり言った。いやよ。あんな緑色の泥水だらけでは泳いでも楽しくない。町へ帰りましょう。汚いね。あれは糸状藻類の変種だ。一般的に藻と呼んでいる。飲料水にあると文句が出る。無害だが、貯水場で塩素殺菌すべきだ。じゃあ、着替えて出発しよう。午後2時前、二人を乗せたサリーの自家用ヘリコプターが着地したところは、サンフランシスコ半島北端のプレシディオ基地に隣接する建物の正面。この建物を軍用細菌生物局のリスターが地方事務所兼研究所として使っている。同乗していたリスターが仕方なく降りて、操縦しているサリーに向き直り、意気込んで聞いた。今晩どう？サリーが首を振って、ごめんなさい。親族と夕食しなければなりません。じゃあ明日の晩は？無理。でも会ってくれ。ここに僕が滞在できるかは誰にもわからないし、一瞬も無駄にしたくない。なぜ？転勤を希望しているの？いや、でも。注意をそらす人物がやってきた。リスターが振り向いて敬礼したのが、陰気で不気味な陸軍将校。建物の階段を降りてきた。サリー、この方がお待ちかねのキャス隊員だ。今日いっぱい滞在される。大尉、こちらは僕がよく話していたサリー・アンバー嬢です。ジムキャス大尉がサリーの手を取って、冷たい壁眼で品定めするようにじっと見て、ディックが夢中になるのも不思議じゃないな。デクノボーだと思っていたが、謝るよ。こんなに趣味がいいとは思っていなかった。キャスターがサリーを凝視して眉を潜め。以前に会ったことがありませんか？もしそうなら忘れっこないでしょうね。とサリーが言った。意外やキャスターはサリーのヘリコプターが飛んでいって見えなくなった後も、じっと立ちすくんで眺めていた。キャスターがわだかまりを解けないまま、翌日リスターのところへぶらり立ち寄った。上っ張りを着た生物学者リスターは、研究室で戦時業務に忙しく、6カ所の沿岸都市の飲料水を調べており、大尉の話を聞く余裕はほとんどない。リスターがブツブツ言っている。サンフランシスコ湾東部オークランドの細菌は 1cc あたり7個で正常。カリフォルニア州のモントレーは11個で安全。メキシコ湾岸ベラクルスの飲料水でこんな大量の藻を見たことがあるか？窓の敷居にあるビーカーを見ろ。2時間日光に暴露しただけで、豆汁のような緑だ。さらに、シカゴも同じだとか。そして妙なことに、ロンドンからも同じ報告が。キャスターイが窓の外をぼんやり見ながら考え込んで尋ねた。あの木々の綿毛はなんだ？あんなのは見たことがない。ええ、知っていました。木に生えるただの地衣類です。猿オガセモドキのようなものです。つまりインカ植物、胞子で増える植物です。きっと関係が、糸状藻類、ちょうど藻のようなものです。それで、それがどうした？無害ですが、例外があって、海中や飲料水に藻がある場合、これをかき混ぜると、地衣類や菌類もかき混ぜられます。インカ植物もその一種であり、石炭紀に栄えた植物です。今2番目の石炭紀にいるってことか？ははは、まさか。いくつかの仮説があって、石炭紀の原因には、二酸化炭素が空気中に高濃縮したとか、全世界的に熱帯気候だったとか、太陽黒点が活発になり、地上へ電子嵐を頻繁に激しく吹きつけた結果、空気中に大量のオゾンが発生したとか、オゾンは酸素原子が3個つながった重い分子であり、殺人光線を取り除くことができます。殺人光線って、それは何だ？とキャスターイが耳をそば立てて叫んだ。リスター個人にはほとんど注目してこなかったが、まさに自分の仕事に関係があり、軍事諜報部なら知るべき何かがある。リスターがまた笑った。ははは、殺人光線といっても、軍が興味を持つようなものじゃありませんよ。日光に含まれる目に見えない光であり、生物には致命的なものです。オゾンはこれを除去します。これぞ自然が作り出したバランスの極みですが、大気圏の外層には通常十分なオゾンがあって、人間に致命的な不可視光線を遮断する一方、適正な光を通し、藻を相応な場所に生育させます。なのに、もし、ああ、不可解だ。何が不可解だ？いや、別に。キャスターイがズバリ切り込んだ。リスター、君には物質と親密になれる才能があるようだ。でも女性と一緒にいたのは解せないな。どういう意味ですか？と聞いたリスターにはやましい予感があった。例えば、艦隊行動についてアンバー城に何か言わなかったか？リスターが赤面した。もちろん言わなかったが、言葉の端々から察したかもしれない。でも、たとえ分かったとしても、どうなる？もちろん艦隊のことなど言いませんよ。今、アレン提督に会いに行こうと思っていました。提督の部屋に着くと、リスターはすぐ要点を述べた。提督、私はずっと藻のことを考えていました。この調子ではますます増えて、艦隊がベーリング海峡に到着するまでに、藻に絡まれて動けなくなるかもしれません。わしもそれを考えていた。と、アレン提督が重々しく言ったものの、目がキラキラ輝いているのを、リスターは全く見抜けなかった。リスターが言った。提督は最新報告を聞かれましたか？シカゴ川は詰まっています。あらゆる場所で藻が水道本管を詰まらせ始めています。ここサンフランシスコでは厄介者になりつつあります。テキサスではサルオガセモドキが大量に集まり始めて木々の枝を折っています。国内鉄道の枕木はすべてやわい台木になり果てて雑多な菌類、ホコリタケやら100種もの変種がついています。腐敗した結果、脱線を引き起こしています。雨の多い地域では、実際に列車は膨大な地衣類の山をかき分けて進まねばなりませんし、地衣類は日陰にある切れ端や半分腐った枕木を理想的な環境とみなし、活発に繁殖します。提督が応じて、アジアではもっと悪いぞ。部下の話では、凍土帯の地衣類が丘になり、線路上で干し草山のようになったり、藻が川をせき止めて洪水を引き起こしたりしておるそうだ。だから、全艦隊が藻屑にはまるという危険を冒してでも、カーンを叩かねばならないし、その間この植物が異常発生して敵の補給路を脅かしてくれる。それは知りませんでした。そうか。内緒にして誰にも漏らすなよ。この秘密情報はたった今情報機関から届いたばかりだ。原因に思い当たることはないか？ちょうど君を迎えに行こうとしていたところだった。何か起こって大気外層のオゾンが異常に増えて、このオゾンが日光の当該波長を吸収したのでしょうが、通常であればこの波長が藻の増殖を食い止めてくれます。だがアレン提督は実務的な人間であり、そんな科学的説明など、聞く耳を持たない。こう提案した。アジア戦争で、これが新しい武器にならないか？提督、思ってもいませんでした。カーンが、よもやこの武器を使うことはないでしょうが、この武器は、我々よりも敵側を大いに痛めつけるように思われます。2. その晩、ディック・リスターとサリー・アンバーがレストランに着席したとき、サリーが物事を蒸し返した。アメリカよりアジアがひどいそうね。どうやって知ったんだ？じゃあそうなのね。ええ、誰もがディックのように口が硬いわけじゃない。と、サリーが済まして言い、無邪気で愛らしい黒目をあげた。あれはアジアの兵器だと思わない？いいえ、ここよりシベリアがひどいようだから、アメリカの兵器なの？リスターが狼狽して、僕が知るはずないだろう。でも確実に何か知っているね。リスターが不意をつかれてうろたえ。ああ、そうだよ。ベッカリー殿下が。と中断して、イラついて眉をしかめ、うめいて。サリー、興味を持つと、そのうち揉め事に巻き込まれるぞ。今は戦時だし、女性の興味だからといって、将校を問いただす言い訳にならない。僕は君が潔白だと思うが、他人は信用しないかもしれない。軍法会議にアジアのスパイとして立たされたいか、あまりにも聞きすぎたというだけの理由で。多分そうね。と言ったサリーは笑って、上品な細い眉を上げた。サリー、冗談言ってる場合じゃない。それよりずっと軽い罪でもやられているんだ。サリーが軽くいなして、キャスター E があなたに教えていたじゃない。どうやって知ったんだ？やり方？ A、私は男性の心が正確に読める。女性なら誰でもできるよ。キャスター E は私を嫌っている。私を好きになれない人は嫌いだ。とサリーが口をとんがらせてきっぱり言った。嬉しいよ。僕には好都合だ。僕以外君を好きにならなくて。翌晩、この会話を思い出しているとき、キャスター E がドタドタやってきた。リスターは研究室で遅くまで分析作業をしていた。キャスター E が実験容器を横目で見て、ゴミもだな。大西洋の港がこいつで埋まっているそうだ。今朝サンフランシスコ湾の金門海峡は通過できないでしょう。とリスターが応じて、最新ニュースを詳しく説明した。北西部では列車時刻が混乱し、どの港でも船舶が動けなくなり、外洋でさえ、特に北太平洋ではそうだとか。だが、キャスター E は聞いていなかった。ガラス板を乗せたリスターの机に寄りかかり、ガラスの下に敷いた写真を熱心に見ていた。これは？とキャスター E が切り込んだ。サリーですよ。よく取れていません。ぶれています。キャスター E はふーんと言って目を細めた。それから見当違いなことを言った。物大量発生に心当たりは？リスターが用心深く口をすぼめて。はい。でも生煮えで発表するつもりはありません。要点が証明できたら、ワシントンへ報告します。諜報部じゃなく。そうか。諜報部には何も言いたくないようだが、君のためになることを教えてやろう。いいか？怒るなよ。私は戦争が始まる3年前に、ハルビン公使館に配属されていた。カーンが支配する東部のことを大いに学んだ。多分ステファニー王女のことは聞いたことがないだろうな。ええ、どんな女性ですか？せっつくな。ステファニーはカーンの大蔵大臣ドミトリ・カザロフの娘だ。大臣が15年前、日本軍によって殺されたので、カーンがステファニーを引き取って教育した。大っぴらにされていないが、ハルビンのような町では、人の口に上り、私がいた頃も噂になっていた。どうやらカーンが与えた教育は、変な、非常に奇妙なものだった。どういうことですか？つまり、史上最高のスパイに育てた。主要な言語を学び、現地人のように話す。どんな立場、どんな社会的地位でもびくともしないように鍛えられた。軍事科学も学び、重要な情報を見分けられるようになった。そして絶世の美女になれそうだと分かり始めた頃、人間性の知識も教えた。だが、とりわけ言いたいのは、愛情に対して、冷血、薄情、無関心にしつけられたことだ。恋に落ちる女性の役割は演じられるが、感情は全くないし、アジアに奉仕するという願望だけがある。しかし、わからない。だろうな。ステファニーが16歳の時、つまり3年前、私がハルビンにいた時、カーンがステファニーの顔出しを禁じたが、その理由は、海外諜報員に要望がばれて、利用価値が減じないようにするためだ。扉から出るときは、誰も150メートル以内に入れさせず、宮廷の親友以外、顔を見た者はいない。ここでキャスターが悪意むき出しでにやり。だが、私はたまたま視力が良くて、ヘリコプター搭乗員のように、規制距離から監視したものだ。ある時など、夜間望遠鏡を向けたりした。間違いなく美人だ。リスターがきつい口調で、後悔している風には見えませんが、まあね、とにかく戦争が始まってから噂が飛び交ったのが、この美貌のアジア女スパイ、つまりくノ一のことだ。これは私見だが、くノ一はステファニー王女であり、サリー・アンバーがステファニーに似ていることだ。リスターが怒って声が上ずり、全く正気じゃない。馬鹿げています。サリーはアジア人じゃありません。東洋人に見えますか？肌は大理石のように白い。つまり日焼けしていない時ですが、話しぶりも完璧なアメリカ人です。目は、ここで止まり、おもむろにサリー・アンバーの目を思い浮かべた。黒くて純粋で愛らしいが、間違いなくかすかに東洋的な面影があった。その通り、とキャスターが言い切ったのは、リスターが黙っていたからだ。キャスターが続けた。リスター注意。君はどのくらいの期間、あの女を知っているのか？黄褐色肌は日焼けで、素肌じゃないと確実に言えるか？年齢も当てはまるのじゃないか？長く友達付き合いをするのは、君のように重要な軍事知識を持っている人間じゃないか。君から何か得たかどうかは別な次元だが、聞こうとしたか、誘導質問か、そんなことをしたかどうか、知るべきだ。してない、とリスターが吐き捨ててから、うめいた。一度ならず、あの女の興味をたしなめたことがあったからだ。いいですか、大尉。サリーが敵のスパイとは信じられないが、もしそうなら、僕はアメリカ優先ですし、サリーも大好きですし、そっとしておいてくれませんか？そして僕に探らせてください。私は君が思うほど非情で薄情じゃないぞ。どうしてそれを？私のことをどう思っているかはお見通しだ。諜報将校として人心を知るのが仕事だからな。ところで言ったように、君を信じている。チャンスを与えよう。今晩ある任務で飛ぶが、2日間帰れない。その時まで、この件は君に委ねる。その時までに解決しなければ、私が引き継ぐ。リスターの精神は混乱し、一刻も無駄にできない。とはいえ、もしサリーが外食するつもりなら、もう家を出ているに違いないと思い、街を突っ切ってサリーの自宅に駆け込んだ。少なくとも誰かは家にいる。だって、書斎の明かりがついているもの。呪いエレベーターを使わず、階段を駆け上がった。扉の前に着くと、息を切らし、汗をかいていた。立ち止まり、冷静になろうとした。おっと、扉の向こうから声が聞こえる。聞き耳を立てたが、意味不明だ。まさか男の声かと思ったが、それさえはっきりしない。ベルを鳴らした。部屋の中が静かになり、かなり間を置いて足音が聞こえた。サリー本人が扉を開け、顔が引きつって緊張している。だが、リスターを見て微笑み、叫んだ。ディック、どうしたの？息を切らしている。ずかずか入っていった。部屋はサリー以外誰もいなかった。厳しく尋ねた。誰と話していたんだ？テレビ電話を使っていたのよ。この部屋から男の声を聞いたぞ。ディック。嫉妬に狂ってそんな妄想をするとは思わなかった。嫉妬する理由なんてない。と言って真剣に黒目で見上げた。そういうことじゃない、サリー。3年前ハルビンで何をしていた？たとえサリーの目が瞬間的に泳いだとしても、ほとんどわからなかっただろう。もちろん旅行よ。旅行が好きなことは知っているでしょ？旅行でステファニーを見たと言ったよね。今まで似ていると言われたことは？明らかに今サリーの目が大きくなった。ええ、もちろん聞いたよ。でもディックはそう思っていないよね。ふふふ。バカバカしい。私がくのいちだって言うんじゃないでしょうね。誰がくのいちなんて言った？ステファニーとくのいちが同一人物だとどうして知っているんだ？だってみんなそんな噂を聞いているもの、ディック。みんなの噂だって？なぜ君は戦争や公務に関することなら何でも興味を持つのか。艦隊の航海から藻まで何でも。サリー、君は本当のことを言ってない。なんておバカな。とサリーが怒って言った。それから不意に態度を変えて近寄り、無邪気な黒目で見上げて。信じないの？心から信じたいさ。愛らしい唇で挑発して微笑み、ささやいた。じゃあ、キスして。たまらず従った。例によってサリーの唇は火のように熱かったが、サリーが不意に頭を背けて、両手で体を押しのけて、あたかも抱擁を逃れるかのよう、赤い爪先でリスターの喉に鋭い傷がついた。驚いてサリーを離した。いい加減なことを言わないで。あ、ひっかいてごめんなさい。と、サリーがすまなそうに言った。でも、その目は猫のように鋭かった。なんでもない。と、リスターがもごもご。妙にクラクラするが無理もない。あんな正反対の劇場にさらされては。にわかに気づいたのは、自分が椅子に座って、頭を両手で抱えており、部屋全体がヘリコプター操縦席のように回転しているかのよう。クラクラもやもやする中、男の声が聞こえ、サリーが答えている。ダメダメ、こっちの方がずっといい。あなたを呼び込んだら、一悶着あったでしょ？ごらん、こんなにぐっすりおねんねだよ。男が言った。カザロフナ、参りました。さすがステファニーだ。サリーの声が、こっちの望み通りになって嬉しい。リスターが物事を知っています。さあ、私たちも知るべきです。3、次に気がついた時は、最も不安定な世界だった。数分経ってから分かったのは、自分が飛行機の中におり、どうやら無限白銀の雲の上を飛んでいる。さらに間を置いてから気づいたのは、サリー・アンバーが座って静かにタバコを吸っており、そばで男が飛行機を操縦しており、自分はといえば、アルミ座席の肘掛けにしっかり手錠されている。頭に鈍痛があった。その後、やっと全容がわかった。カーンの手先につかまってしまった。動いたのでサリーが気づき、立ち上がり、相向かい席に座り、優しく言った。気分は悪くないでしょうね、ディック。ごめんなさい。役を打つ必要があった。リスターがうめいて、本当だったんだ。お前はくノ一だ。卑怯なアジアのスパイだ。サリーが反論して、卑怯な米国スパイと同じように、ディック、最善の方法で祖国に奉仕している。ちょうどあんたやキャスターや、その他のアメリカ人が奉仕するようにね。ふふふ。キャスターは賢い。私は疑われて、アメリカでは活躍できなくなりそうだ。リスターが唇を噛み、早口で。まだだがね。当然、タイはやるだろう。あの写真を手に入れて、部署に問い合わせるだろう。サリー。君は今からスパイとしてあぶり出される。ほう、でも悪くはない。忘れたか？あんたが持っている写真はすべて私のカメラで撮ったものだ。カメラにはちょっとした仕掛けがある。私が使えばくっきり映るが、他の人が使えば少しブレる。気づかなかったのか？もちろん気づいていた。不機嫌に聞いた。どこへ向かっている？アジアだ。ああ、そうだと思った。ヘリコプターじゃなく飛行機だからな。20あたり、馬力あたり、飛行機の方がヘリコプターよりずっと効率がいいし、飛行機を使っているから長距離飛行になる。リスターはしばらく黙っていたが、尋ねた。なぜだ？わからないのか？あんたから情報を取らねばならないからだ。ディック、そのため安全でいられると思うな。必ず心変わりさせてやる。それはない。保身のために国は売らない。どっちみち提供できる情報はほとんど持っていない。君らの細菌学者は我々同様に優秀だ。我々の伝染病は君らよりうまくいっていない。サリーが真っ黒な毛髪を振って、細菌でも伝染病でもない。ディック、藻だよ。藻だと？なぜだ？あんたが海水の泥沼化や地上の地衣類大発生の原因を知っているからだ。あれはアメリカの武器だから我々も秘密を知りたい。あれがすべてだし、元凶だ。そうかい。どうして？ディック、知らないふりをするな。地衣類が大発生すれば、シベリアがどうなるかよく知ってるくせに。線路を塞ぎ、川を詰まらせる。あんたは重要性を知っている。我がアラスカ遠征隊を維持し、石炭と石油でべっかり電解を動かすのがいかに重要か。そしてもし燃料不足で電解が失われたら、戦争が終わって我々は負ける。アメリカはアラスカ石炭を使っているが、我が方の石炭は、はるばるスタノボイ山脈からオホーツク海を横切るか、ベーリング海峡先端にあるデジネフ経由鉄道で運ばねばならない。今鉄道を維持できなくなってきた。シベリアがお前らの忌々しい地衣類で首を絞められているからだ。じゃあカイロはどうなんだ？カイロか。船舶は7つの海すべてで止まっている。あれを見な。飛行機の床窓から太平洋を覗くと、雲の隙間から1500メートル下が見えた。海は奇妙な様相。青くなく、ギラギラの緑藻色だ。じっと覗けば、ちっぽけな船が2隻、海上に漂っている。あんなに悪いのか。とリスターがつぶやき、アレン提督の協力艦隊が気になった。果たして提督は、ふんづまり海洋を横断しようとするのか。サリーに言った。すごいぞ。シベリアがふんづまればふんづまるほど、好都合だ。知り合ってから初めて、サリーの顔に焦りが見えた。サリーが怒って、長引かせてなるものか。あんたから秘密を聞き出す。ディック、覚悟せよ。リスターが意味深に、君はかわいいサリー・アンバーだ。僕を好きだと言ってくれた。にわかにサリーの顔が優しくなり、つぶやいた。あんたを愛したら、態度を変えてくれる？ディック。ふふふ、信じると思うか？ステファニー王女のことや教育のことはすべて知っている。仮に君が誰かを愛しているとすれば、カーンだ。カーンじゃなく、アジアだよ。カーンは祖国を意味する以外、何でもない。ディック、私は子供の頃からカーンに教え込まれて、恋には不干渉だ。でも、ディックほど好きになった男はいない。あんたはアジアほど重要じゃないけど、世の中の誰より大切だ。リスターが無念そうに断言。かわいい嘘だな。サリーは長い間黙っていたが、やっと、違う、嘘じゃない、と言って立ち上がり、操縦席横の持ち場に戻っていった。サリーはそれ以上リスターに言葉をかけなくなったが、ついに7時間後、本州の上を飛行し、眼下に雪をいただく富士山が見えた。その時、相向かいの席に戻り、優しく微笑み、そっと言った。ディック、とても不幸だ。喜んでいるくせに。違う、聞いてディック。カーンの情報部は優しくない。大勢のモンゴル人が情報を吐かせるやり方はむごい。ディック、あんたの拷問を考えると心が痛い。ゆうべ考えるべきだったな。でも私なら救える。藻や地衣類の大発生のことについて、私の知りたいことを教えてくれれば、安全を保証する。二人にとって最善の方法じゃないか。ダメだ、サリー。君の欲しい情報を持っているというつもりはないが、確かなことは、情報を持っていようがいまいが、アジアを助けることは絶対に言わない。サリーはため息をついて席を立ち、大きな黒目は困っていた。二人がまだ揉めていた頃、大興安嶺山脈が地平線に見え、飛行機がハルビンに降下した。サリーが青ざめたように見えたのは、釣り目の衛兵が鍵を受け取り、リスターを席から離した時だ。それからサリーは、厳粛な行進に加わり、6人の男がリスターを押し込めた場所は、何世紀も前の石造りの要塞。ここが軍用牢屋だ。サリーは暗い石壁独房へ入らなかったが、扉が閉まった時、リスターにちらり廊下で見せた顔は青白かった。唇の形が無言の言葉を告げていた。誓ってこうだろう。すまない。今さら助けなくてごめんとは遅すぎる。たとえ本心であってもだ。そして我ながら苦笑い。この俺を誘拐したのがそもそも間違いだ。元地衣類だと？アジアはこの災いにつかまってあたふたしているが、とても簡単な原因から生じており、リスターに言わせれば、小中学生でも対策がわかろうというもの。アメリカにとって運が良かったのは、インカ植物がアジアで大発生したことだ。そしてリスターが言うまでは、西洋の大陸側が優位だ。俺が言うまでは。笑いをこらえて、顎を引き締めた。言うつもりはない。拷問されようがされまいが、気をしっかり持って黙っていなければ。時が過ぎた。廊下で会話が聞こえるが、アジア言語だから意味は全くわからない。その時、たまたま国際共通語会話が聞こえ、カーンはハルビンにおらず、アラスカ前線の部隊にいることが分かった。やっと衛兵が持ってきたジョッキいっぱいの水には、ぬるぬるの緑藻が入っており、それとザラザラパンが一切れあった。衛兵はモンゴル人で、英語も国際共通語も話さず、ともかく話を拒んだ。深夜、4人の不気味な東洋人と1人の鈍感なシベリア人が、独房からリスターを連れて行った部屋は、地下深く潜っているようだった。1個の淡い電球が部屋を照らし、12人の冷たい目が注がれているが、1人はそうじゃなかった。サリー・アンバーが小さなテーブルの先頭に座っており、リスターは目を大きく見開き、困惑し、不安だった。それからサリーが名指しして、優しく言った。ディック、暫定委員会に報告したが、苔や藻の大発生に関する知見を披露しなさい。話をしてくれれば、安全は保証すると委員会が約束してくれた。プロトキン同士には自白させると確約した。いつもの嘘だな。とリスターが厳しく言った。あごひげのプロトキンが低く重々しい声で言った。いいか、カザロフナ。この強情なアメリカザルにはあの方法しか効かない。試すのが最善だ。カザロフナコとサリー・アンバーが息を飲んで、いえ、ダメ。まず私に質問させて。きっと答える。私なら引き出せる。お願い。と言って急にやめたとき、プロトキンの冷たい目が意味深にサリーをねめ回した。プロトキンがリスターを尋問しても、しぶとく黙っているので、わかった。まず脇の下をペンチで切れ。30グラムばかり肉を切れば、ベラベラしゃべる。サリーことステファニーが、すすり泣きをぐっとこらえて、目を覆った。4人のモンゴル衛兵が、リスターの腕を上げた。リスターは一瞬暴れたが、すぐ無駄だとわかった。愚鈍なシベリア人が、ぎらりと光る小さな道具をつかみ、ペンチで脇の下から肉をギザギザに切り裂いた。リスターが唇をぎゅっと噛み、今にも出そうな激痛悲鳴を抑えれば、部屋で聞こえたのは、サリーの押し殺したすすり泣き声だけだった。プロトキンが愛想よく聞いた。カザロフナ、なぜそんなに取り乱す？ステファニー王女なら、これよりもっとひどい処刑を見てきたはずだ。サリーが弱々しく微笑んで、もちろん、あの恐ろしいアメリカ滞在からまだ回復していないだけだ。プロトキンがうなずいてリスターに向き直り、笑って言った。ふふふ、もう一度やろうか？それとも別なやり方が好きか？どっちも嫌だから話すよ。リスターが冷ややかに見たのは、驚き、ほっとして、信じられないというサリーの目だった。これが演技なら、確かにうまい。プロトキンがわめいた。いいぞ、その調子だ。賢い。少なくとも頑固じゃない。お前らの国は頑固で困る。さあ、秘密を聞こうじゃないか。プロトキンが横の男にロシア語で話すのを待って、リスターがゆっくり言った。よく聞いた方がいいぜ。ちょっと複雑だ。藻や地衣類の大発生は、養生植物が大増殖したためだ。糸状藻類を減らせば、問題は解決する。養生植物とは何だ？とプロトキンが吠えた。養生植物はインカ植物の3番目の区分だ。このグループは糸状藻類の他にアオサ属とヒバマタ属を含む。わかる言葉にしてくれ。とプロトキンが吐き捨てた。科学用語だけが科学情報を伝えられる。君の祖国の科学者が翻訳すべきだ。と言ったリスターの目は、サリーの素敵な目に釘付け。それで全部か？とシベリア人のプロトキンが聞いた。全部だ。糸状藻類を減らせ。そうすれば養生植物が減る。養生植物が減れば、藻や地衣類の暴走がなくなる。とても簡単だ。プロトキンが吠えた。奴を独房へ連れて行け。お前がさらに拷問を受けたくなかったら、本当のことを言った方がずっといいぜ。すべて本当だ。とリスターが言い切った。3時間後の深夜、独房の扉が開いて、細身の人物がそっと入ってきた。一瞬少年かと思ったが、サリーと分かった。ヘリコプター乗員用の半ズボンに巻き靴下を履いている。扉を静かに閉めていきなり、リスターの腕に飛び込んできて、すすり泣き声で言った。耐えられない。なぜあんなことを？プロトキンは怒るよ。怒り狂うよ。酸につけて少しずつ溶かしかねない。やるよ、きっと。ディック、なぜプロトキンを騙した？リスターが白い顔を見下ろし、冷静に。これも演技か？結局、ステファニー王女はくのいち。男のことなど眼中にない。そうじゃない。好きよ、ディック。あなたとアジア以外、心にないけど、拷問され、殺されるのを見るのは耐えられない。ここで止めて、すすり声を抑えた。サリーが続けた。プロトキンは粗暴だよ。あなたの報告書を父春大学へ電報で送って、屈辱的な返事をもらった。それによれば、あなたの言ったことは、物大発生は、物増加のせいということだけ。ははは、どう？本当のことじゃないか。ええ、でも、ああ、ディック。恐ろしいことになっている。都市の飲料水に塩化カルシウムを加えて供給しているが、国中、いや世界中の井戸が詰まり、川が窒息し、海は大量のヘドロがうねっている。そして陸上では、灰色苔が火炎のように広がっている。リスターは、サリーをひしと抱いたけど、まだ疑っていた。聞いた。これも僕の同情を引こうとする演技か？サリー、言ったはずだ。何も言わないと。なんだろうと構わない。わからないの、ディック。愛してる。愛しているなら、ここから逃がしてくれ。サリーが腕を振りほどいて、体を離し、じっと見つめる様子には、疑われた怒りがあった。声を落として反論した。他に理由があってここへ来たと思うか？急いでついてこい。プロトキンが冷静になって、拷問を考えないうちに、サリーが扉のところへ行って、激しく叩いた。すぐに開き、薄暗い廊下に出ると、横に若いロシア兵が立っており、サリーをうっとり見つめた。サリーが優しく話しかけると、ロシア兵が素手を差し出したので、サリーが指爪でさっと引っかいた。見ていると、ロシア兵が腕を床について、ゆっくり倒れていった。サリーが囁いた。あんたの策略に見えるだろう。この男は反逆罪で処刑される。なぜ奴をこうする？私を好きになったからだ。サリーの後ろについて、狭い石階段を登りながら、いぶかった。回廊に鍵のかかった扉がたくさんあるが、一体何人の米国人が捕虜になっているのか。やっとサリーが止まり、ここで待て、と囁いて、視界から通路へ消えた。中国語の低い声が聞こえてから、サリーが再び横に来て、そっと言った。急げ。あの男を使いに出して、プロトキンへ嘘の伝言をした。リスターが後ろに続き、さらに階段を上がると、星が空一面に見えた。建物の屋上に着いたので、恐る恐る周りを見渡せば、ハルビンの明かりがあった。サリーが小走りで行ったのが、一機のヘリコプター、小さな一人乗りの観測機だ。サリーが怒鳴って、急げ、中に入れ。二人もか？リスターがちっぽけな機体を見て顔をしかめた。そうだ、見せるものがある。この一人乗り機体はあんたを遠くへ運べない。サリーのそばで体を丸めた。小さな機体が振り子のように揺れて、垂直軸が回転し、羽がうなり、重そうに離陸した。サリーが緑色飛行灯を点滅させて、地上からの許可を不安そうに待った。サリーがほっとして叫んだ。やった。べっかり電解が切られた。通過許可が出た。でもあんたの脱出が分かったら、通路が全部閉鎖される。特に私の通路を閉鎖すると思う。だって、確実にプロトキンは私を信用していないから。機体は暗闇に突入した。街の明かりが消えて、薄暗い。やっとサリーがくつろぎ、嬉しそうに、狭い機内でリスターにぴったり寄りかかり、言った。ついに単焦灯の外へ出た。追跡には夜明けを待たねばならないだろう。その頃我々はアジアのどこかだろう。連中が何と言おうと。ただこのヘリコプターが持ちこたえてくれれば。持ちこたえた。赤い朝日が海を照らすと、細長い岬の上を飛んでおり、岬は南の海へ伸びている。リスターが海を見て息を飲んだわけは、確実に自分の目で見て一番驚いたからであり、少なくとも首長竜、つまり何億年も前の石炭紀を彷彿させる海だったからだ。ものすごく滑らかな緑の海であり、一見すると芝生のように動かない。でもヘリコプターが砂浜へ降下すると、リスターにも動きが見えて、ヘドロがゆっくり動く様子は、あたかも大きく膨らんで息をしているかのようだ。白波がないのは、藻が暴風を手なずけているからであり、そのため風は海上をさっと滑るように走り、まるで海面が油膜で覆われているかのよう。見るのも嫌だったのは、海鳥がヘドロの上にうようよ集まり、乾いたヘドロの上を歩き回り、無数にたかるハエを食っている光景だ。サリーはそんな場面をちらとも見ず、ヘリコプターをヘドロ浜辺に着地させて、台湾南の岬、つまり台湾海峡だ。ここに小舟がある。小舟？こんな海に小舟が使えるか？ちょっと聞いて。あの小屋の中に実験用の外輪船があり、科学者たちが急増したもので、藻が繁茂する場合に備えていた。外輪なら藻の上で、軽い船体をうまく押せる。スクリューみたいに藻が絡まない。大なりんエンジンを積んでいるから、航続距離は2000kmだ。2000kmか。それじゃあどこへも行けない。サリーが目を細めて、少なくとも私の望むところまでは行ける。英領香港や仏領インドシナのハイフォンへ行ける。香港がずっと近いけど。どっちも中立国だ。中立国に入港すれば拘留される。米国へ帰って仕事に戻りたい。サリーが優しく言った。それは見たくないね。私は今やアジアの裏切り者になろうとしているが、あんたのような危険な敵を公務に戻すわけにいかない。あんたが安全であればいい。サリーの後について指さす小屋へ行った。本当に小舟があり、10メートルの屋根なし船は2メートル外輪を備え、昔のミシシッピ外輪船の小型版のようだ。サリーが奇妙なガラス感軍装置を指さし、わかるか？太陽蒸留機だ。海水を中に入れると蒸発して若干の真空を生じ、海水が蒸留され、飲み水になる。これを太陽が行う。ちょうど雨を作るようなものだ。船蔵にはおよそ1ヶ月分の食料が貯蔵されている。大なりんエンジンの操作ができるか？もし藻が冷却コイルに詰まったら、すぐに止めて取り除かねばならない。全部知っている。サリー、君はどうなるんだ？この後も安全なのか？自分の面倒ぐらい見られる。ああ、ディック、この戦争が終わったら。口調はしっかりしているが、リスターの見るところ、義務と願望の間でひどい板挟みになっているようだ。長くないさ。アラスカへ燃料供給が断たれた途端に、カーンは終わりだよ。でも、敷設作業が。サリーがはっと気づいて、惨めに赤面した。リスターが言葉を継いで。輸送艦か？え？やるだろうと思っていた。石油でべっかり電解を動かそうとしているのか？サリーがバカ笑いして。ははは。くのいち失格だ。連中がスパイの恋愛を恐れるのも無理はない。ディック、これは私の初めての失敗だが、せめての慰めは、あんたがどこかへついて、そこから米国へ情報を送っても、遅すぎるってことだ。敷設が終わり、電解で守られるだろう。それじゃあ、さよなら。リスターはサリーの唇を感じたまま、ヘリコプターが北へ向かうのを眺めていた。それから小舟のところへ行き、引っ張り出した。船名は漢字のみだ。簡単にヘドロへ滑らせて、ためらわずエンジンをかけて外輪を回し、進んだ。小舟の進みは奇妙な蒸気機関車みたいだった。外輪が緑色のヘドロを大量にかき上げ、飛沫もなく、後ろにドスンと落とし、軽い船体は強力な大なりんエンジンで前進し、渦がはびこるヘドロの表面をスイスイ進んだ。のろくなかった。おそらく時速45キロメートルは出ているだろう。台湾が影になって後退したとき、初めて停泊船に出会った。オランダ貨物船だ。乗組員、つまり残っていたものだが、多くは間違いなくヘリコプターで岸に上がっており、これら残留乗組員が手すりに集まり、じっと見ていた。リスターが手を振ったが、反応は全くない。ああ、黙っているわけがわかった。この小舟には、金色と紫色の縞模様が描いてあり、カーンの騎士だから、オランダはもちろん、ボルネオ、セレベス、ニューギニアなど、広大なアジア連合の境にあたるこれらの地域では、カーンが好きじゃないからだ。冷却コイルが詰まったので、停泊して、古式のヘドロを掃除した。この時、ある考えが浮かんだ。矢庭に立ち上がり、眺めた東方には、シナ海が広大な太平洋と出会っている。なんで、香港とか、ハイフォンとか、中立国へ行かねばならない。他に可能性はないのか。エンジンカバーに貼られた東インド諸島の地図に目をやった。当然ルソン島がある。だがフィリピンは半世紀独立を保っていたので、アメリカよりもアジアに同情しており、アジア寄りだ。マリアナ諸島もあり、ここはアレン提督がアジア艦隊をほぼ全滅させており、ここにたどり着きさえすれば、確実にアメリカ駐屯軍がいるに違いない。だがマリアナ諸島は太平洋の3000キロメートル先にあり、グアムに近い。燃料はその距離の半分しかないが、しかし、リスターは小舟を回答させ、オランダ貨物船の方へ戻っていった。近づくと、補修要員がブスッと見ている。リスターが船体に近づき、叫んだ。誰か英語がわかる者は？一人の男が手すりから乗り出し、ああ、何が欲しいんだ？いいか、俺はアメリカ人だ。アジア人じゃない。見ろ。軍服を着ていないわけは、最近生物局に必要ないからだが、掲げた認識票のバッジには、赤、白、青がはっきり見えた。ざわめいた。甲板の男がぐっと友達口調になって聞いた。何が欲しい？情報だ。こことグアムとの間で停泊している米国船か英国船を知りたい。燃料を買いたい。連絡したことは？オランダなまりで長い会話があった。最後に情報提供者が告げた。英国雁古号が緯度21度20分、経度135度60分に停泊している。リスターが手持ちの地図を見て、位置に印をつけた。行けるかも。現在位置からほぼ2000キロメートル東にあり、燃料を考えると賭けに近いが、試す価値はある。もし英国船に会えて燃料を変えたら、グアムかマリアナ諸島へ確実に行けて、アメリカ軍に報告できる。つまり、藻のためにシベリア鉄道が止まり、カーンのアラスカべっかり電解へ燃料を運べなくなる。だがカーンはものすごい勢いで輸送艦を敷設している。カーンの石炭供給が止まり、石油の第一便が届く間には、ちょっとした時間差があるに違いない。その時べっかり電解が止まるだろう。もしアメリカがこれを知り、この時を叩けば、戦争に勝つだろう。リスターはアメリカへこの情報を間に合わせなければならない。だから小舟を東に向けた。少しずつオランダ船が水平線に消え、台湾が黒雲に包まれ、沈んでいった。とうとう一人ぼっちになり、緑の視界はほとんど動かず、航跡は何も残らず、ただ貝緑のかき跡がゆっくりと閉じていくだけだった。どんな魚もぬるぬる海面を切り裂けないし、海鳥もほとんど空を舞っていない。そのわけは、ヘドロに群がる餌があまりにもたくさんいるので、陸地からはるばる飛んでこなくていいからだ。航路は慎重に楕円コースを選び、燃料を節約した。悪臭を放つヘドロがリスターを悩ませた。その中を延々と航行するものだから、我慢ならない。日光が星闇に消え、星闇が日光に消えた。なんとかやり抜いた。2日目の真夜中、燃料タンクにわずか 0.5 リットルしかダイナリンが残っていないときに、英国船の明かりが暗闇に見えた。だが船長を納得させるのは、航海同様とても難しかった。とんでもない。我々は中立だ。と、乗員が文句を言ったが、ついに英国がインド、パプア、マレー連合州を領有していることや、伝統政策でアジアや一味をことごとく嫌っていたので、英国船長はリスターの要求に応じてくれた。リスターは満タンで航行を再開した。船長に無線を使って、暗号伝言をアメリカへ送ってくれるように頼むと、この点に関しては躊躇しなかった。4、翌日の早朝、後ろを振り向くと、一機の飛行機がちらと見えて、雲からするりと出てきた。この雲が西側遠方のシナ海をずっと覆っている。じきに小舟に追いついて、はるか上空を旋回し、横に傾き、大きく螺旋を描いた。金の双頭鷲がカーン空軍所属を示し、両翼にキラキラ光っている。飛行機が接近した。操縦士が片手を激しく振って、西の方向を指さしている。つまり、戻れと命令している。リスターは目を細めてじっと見ていたが、船を前進させたままにした。そんなにやすやすと引き返すつもりはない。とはいえ、ちっとも嬉しくない。だって、完全にアジア飛行士の胸三寸だし、もしかして弾頭か爆弾でも落とされたら。飛行機が再び旋回した。不意にリスターが驚いて気づけば、飛行機が着陸しようとしており、ネバネバうねるヘドロに降りようとしている。不可能だ。だがその不可能ができるようだ。機体フロートがぐらぐらするヘドロに軽く触れて、弾みながらこっちへ向かってきた。ほとんど無傷で降りたが、その後は必然だ。飛行機が沈んだのか、海が持ち上がったのかわからなかったが、回転プロペラが緑のヘドロを巻き上げた。とてもゆっくり尾翼が上がり、機首が下がり、ヘドロをぶちまけた。操縦士は、一瞬リスターにはっきり姿が見えて、空中に射出され、よどんだ藻の中に突っ込んだ。後に残ったのは、急速に埋まるヘドロ穴と沈みゆく飛行機だった。でも、しっかり見えていた。サリー・アンバーだ。あのサリーが吐き気を催す海中のどこかでもがいている。リスターの無力さは、まるで2000キロメートル離れているかのよう。外輪を回した。小舟が弾み、現場へ直行。できるだけ近づき、海面のヘドロ穴がゆっくり閉じるのを乱さないようにして、小舟を止めた。へさきに結わえた6メートル超の綱をつかみ、その端を自分の片腕に固く結んだ。それから穴をよく見て、ヘドロの中へ飛び込んだ。重油の中を泳ぐようだった。腕を動かすには全力が必要で、潜っているのか、上がっているのか、横滑りしているのか、かき回しているだけなのかわからない。ヘドロが、鼻、目、耳を詰まらせ、口さえ不注意に開けた途端に詰まる。片腕に何か硬いものが当たった。一瞬でわかった。サリーの足首だ。死に物狂いでつかみ、腕に結んだ綱を引っ張った。綱を引くのは難しい。だって使える手が一つしかないもの。一回ヘドロの中で綱を離した時など、やり直さねばならず、腕に結んだところからたぐらなければならなかった。無我夢中で海面に出ると、とても分厚いヘドロがこびりついている。船べりにサリーを押し上げ、自分は海中にとどまらざるを得ず、鼻と口をきれいにしてから息をする始末。そして小舟によじ登った。サリーは意識があったが、気分の悪さは目からかき出した元同様、吐きそうだった。ディック、助けてくれてありがとう。助けられて恥さらしだ。なぜここへ来たんだ、サリー。サリーの目が少しこわばった。なぜここへ来た、ディック。香港かハイフォンへ行けと言ったでしょ。約束はしなかったぞ、サリー。多分ね。でも、情報を持つあんたを、米国船や米国港に行かせると思うか。最悪なのは、見過ごして逃亡の片棒を担ぐことだから、これ以上アジアの裏切り者になりたくない。わかるか。どうやって見つけた。ふっと考えがよぎり、あんたを置き去りにした後で、あんたがやりそうなことだ。そこで、ハルビンへ戻り、プロトキンが逃亡を私のせいにする前に、きっと疑われると思い、飛行機を借りた。台湾と香港の間にあるシナ海を飛んだが、その航路にいないことが分かった。だから東へ飛んだ。2日間、この地域を飛んでいた。だろ、グアムへ向かっていると踏んだ。ディック、図星だろう。これからルソンへ戻れ。フィリピンは中立国だが、アジアの友好国だから、そこであんたを交流できるし、一方の私は少しの尋問で釈放される。さあ、エンジンをかけろ。エンジンをかけた。小舟は東へ向かっていた。回れ右だ。進路を変えろ、ディック。とサリーが叫んだ。ディックがにやり笑ったとき、サリーが飛行服の胸からやにわに取り出したのが、小さな日本製拳銃。ちっぽけな9mm口径だが、高速、クロムメッキ銃弾だ。サリーの動作がとても無頓着で、完全に無防備だったので、ディックが拳銃を蹴り上げた途端に、くるくるヘドロに飛んでいった。静かに言った。サリー、僕の進路だ。サリーがすすり泣いた。殺すべきだった。でもできなかった。それがこのざまだ。突然大きな黒目を向けて、ディック、グアムに連れて行ったら、私がどうなるか知ってるか？スパイへの対処は知っているね。銃殺されてもいいか？しまった。考えなかった。いいか、サリー。パラオ諸島は日本領だけど、進路から遠く離れていない。真夜中頃にそこに君を降ろす。そうすればきっと拘束されて、猿ぐつわをかまされるから、僕を追跡できなくなる。戦争が終わったら、僕を許してくれるだろう。ディック、今許すよ。くノ一は死んだ。あんたが絡むと、スパイは務まらない。でも警告しておくけど、またやっつけるよ。と優しく言ったが、声色は困惑気味だった。できるか、サリー。と言って、小舟を新しい進路に向けた。突然、すべての計画を変える何かが起こっていることに気づいた。ぞっとするヘドロ海を眺め渡せば、変化がわかる。緑色に加えて、今や、死んだ藻の茶色が巨大な縞模様になっている。しばらくこの重要性がわからなかった。今わかったぞ。怒ったんだ。こうあまりに唐突に叫ぶものだからサリーが飛び上がった。何が？カーンのべっかり電解がアラスカで切れた。奴のシベリア鉄道はついに真菌類で止まった。燃料が届かない。我が軍の電解が切れることはありえない。だって石炭鉱山が前線近くのすぐ後ろにあるから止まることはない。どうしてわかる？どこぞのべっかり電解が切れたって。ディックが冷静に続けた。結局、パラオ諸島には行かない。グアムへ行く。この情報は留め置けない。なぜなら、米国前線がこれを知って、直ちに前進すれば、戦争が終わるからだ。我が方のべっかり電解は生きているが、君らのは切れている。どうしてわかる？教えよう。今となっては害になり得ないから。君は藻の大発生原因を知りたかったんじゃないか？よう、サリー。あれは米国兵器じゃない。偶発なんだ。偶発だって？偶発、もしくは副産物だ。べっかり電解の仕業だ。ピンときたのは、大発生の中心がアラスカらしいと分かった時だ。アラスカ上空には二つの強力な電解、我が方と君らのだが、これがお互いに数百メートル離れて存在している。この間200キロメートルもの長い一帯に、強力な電気応力がかかっている。どうなる？オゾンだ。空気中に何トンものオゾンが吹き出して、地球を包む空気層に大きな影響を与えている。平均オゾン量が増えて、地球のオゾン層が日光の殺人光線を吸収した。この殺人光線が自然のバランスを保っている。ところが殺人光線の束縛から解放されて、地衣類、真菌類、藻類などのインカ植物が異常に増えた。だが今終わった。オゾンが不安定になり、急激に正常値へ戻っている。空気中のオゾンが減少している。殺人光線がまた戻ってきた。どうしてわかったか。藻が死んでいるからだ。これは一つのことしか意味しない。つまり、アラスカ上空で一つのべっかり電解がなくなって、空気中にオゾンを注入しなくなったということだ。あるのはもう一つのべっかり電解。つまり我が方のみだ。カーンの電解が切れたから、我が軍に必要なのは、前進するのみ。サリーが青ざめて、囁いた。聞かなければよかった。ああ、ディック。私は止める立場にあるのよ。もし愛しているなら、この私をヘドロ海へ放り投げて。だって、死んだ方がましだ。数時間も生きながらえて、あなたを殺そうとするよりも。ディックの勝ち誇った顔が真面目になって、数時間か。グアムまで3日はかかるだろう。サリー。僕が眠るときは君を縛るつもりだ。抵抗しないでくれ。絶対に傷つけたくないから。サリーが全くおとなしかったので、数時間後、もやい綱で手首と足首を縛った。爪に薬を仕込んでいるのを覚えていたので、やられないように用心した。それからジャイロソーダ羅針盤を設定し、固定して、椅子にまるまり眠った。目が覚めた時も、小舟はヘドロをバシャバシャ進んでいた。小舟はヘドロをバシャバシャ進んでいた。サリーは依然として縛られて、一見して同じ位置にいるようだが、船床が無色の液体で濡れている。ディックが厳しく、これは何だ。サリーが勝ち誇って、燃料だよ。タンクを抜いた。ディックが息を飲んだ。だが、一目で安堵して、クスクス笑い。ダイナリンじゃない。太陽蒸留機の純水だ。曇り日に備えている。水タンクは密閉されており、藻は侵入できない。サリーがその場でがっくりきて、辛そうに言った。縄をほどいてくれない？とても窮屈だ。もう一回だけ眠ろうとして、今度は燃料タンクの横にごろりと寝そべり、一方のサリーは、手と足ばかりか、体も船べりに結いつけた。起きてみれば、太陽蒸留機が粉々だ。なぜやった。残りの船旅は1日だから、もう飲み水はいらないが、あれば便利だったのに。壊した理由は、もしグアムを見失った場合、死ぬためだ。米国機に偶然見つかる前に。見失ってなるか。悪臭漂う暑い日に気分がめいっているとき、現実がわかり始めた。周り中の藻が茶色に変わり、悪臭のため耐えられないほど吐き気を催す。気が狂いそうだ。頭の中で、ザレ歌がガンガン鳴っている。やり過ごさないと気が狂っちまう。青垣のザレ歌を聞いたことがあるか？この腐った藻はすべてあることを示唆している。サリーが猫のような目を向け、無気力から立ち上がり、リスターが参るという可能性にかけた。続けて、そのざれ歌を聞かせて、とサリーが狡猾にせっついた。リスターはガハハと笑い、首を激しく振って、疲れた目を手の甲で拭いた。こんな調子だ。森のくまさん、青柿みっけ、青柿食って、ぷくりふくれ、青柿なった。わははは、今回は違う。絶対にくまは青柿を食べていない。青もがクマを食べたんだ。シベリアクマを。グアムに突きさえすれば、クマをやっつけられる。グアムには絶対につかないよ。とサリーが挑発した。つかないだと？見ろ。岸が暗闇の東に見えているぞ。グアムだ。と、リスターが真面目に正気で言った。サリーがひどく惨めになって泣きついた。負けた。お願いディック。優しくして。何か起こるといけないから、今キスして。この意味はわかっている。かわいいくのいちがどうなるか、とても気がかりだ。俺はキャスタイに違うと断言したけど、キャスタイはサリーの正体に気づいていた。到着までの2日はとても長い。だって、リスターが姿を消した状況をキャスタイが報告するだろうから。サリーのことをキャスタイが報告すれば、例えばリスターの研究室にあったぼやけた写真などだが、女の身元はバレるだろう。日の出までに救えないかもしれない。思わずサリーをひしと抱いて、無力さのあまり絶望した。寸出のところでサリーの意図がわかった。サリーの手首を掴んだのは、薬を塗った爪でリスターの喉を引っかこうとした時だ。リスターが怒って、畜生サリー、これからお前に薬を塗ってやる。お前が安全になるのはたった一つの方法しかない。意識不明だ。だがサリーは読んでいた。人差し指をつかまれないように、小さな拳をしっかり握り、信じられないような強い力で襲いかかった。ついにやり口が分かった。リスターは顔面打撃をかわし、ゆっくりと容赦なく、掴んだ拳を握りつぶした。サリーが悲鳴を上げたのは、自分の爪が自分の手のひらに食い込んだからだ。すると突然、目を大きく見開き、パチパチさせ、まぶたを閉じて、肘をつき、足元に小さく丸まった。深夜、米国巡洋艦ダラス号の舷側からサリーをあげた。同艦はグアム首都ハガニアで藻に絡まれて停泊していた。サリーを軍医に預けて、急いで艦長へ報告した。つまり、藻が茶色に変色しているから、カーンのアラスカべっかり電解は切れている。暗号化を待つ必要はない。米国は盗聴不能無線を持っている。1時間も経たないうちに知らせが入ってきて、米国がアラスカで勝利したよし。夜遅くなって、カーンの死、つまり死体確認の特報が入電。アメリカはこの報告を世界中に流した。朝までに暴動やら紛争がアジア中で起こった。アジア連合は瓦解しつつある。終わりの始まりだ。ダラス号艦上で艦錮が起こったが、ディック・リスターは喜べなかった。正直、本当にアメリカを救った。国家の英雄だ。大統領本人が感謝をラジオ放送した。そういうわけだから、ディック・リスターは、上辺では喜び、祝賀会に出席して、やるべきことをやった。だがすべてにわたって、常に二人の顔がちらついた。一人は魅惑的要望の愛する女。もう一人は厳しい顔の職務変質教のキャスターイだ。戦争が終わり、勝ったというのに、そしてリスターがその一翼を担ったというのに、キャスターイは決して諦めずに、直近まで敵だった大物スパイを殺そうとするだろう。そこで、できるだけ早くリスターは、この浮かれ騒ぎから逃れて、疲れた足を引きずり、官位のところへ行った。官位と一緒に、意識不明のサリーを見下ろした。あなたの婚約者は美人ですね。とは官位の言葉。ええ、私たちはカーンのスパイによって拉致されました。この女性が私より重要な役割を演じてくれたので、脱出できました。意識不明になったのは、単なる心身消耗と、もちろん興奮したためです。だが、キャスターイなら、こんな話は確実に潰せる。官位が言った。あなたがこの戦争から抜け出して、最初に来られて、とても興奮しました。物枯れた原因が正しいことを期待します。だって、この藻のために、とんでもないひどいことが起こっていますから。一人の死亡者を目撃しましたが、それはここからちょっと離れていました。1週間前、一人の若い将校が飛行機を藻に着地させようとして、機首から突っ込み、行方不明になりました。死体は回収できませんでした。リスターが感慨深げに、緑のヘドロから死体を見つけるのは難しいです。誰ですか？確か、ジム・キャスタイです。知っているわけは、キャスタイを待っていたからです。ジム・キャスタイだって。1週間前だって。じゃあ、キャスタイは米国へ絶対戻らない。リスターがもたらした恩寵の2日前に死んだ。だから、サリーの正体も消滅した。今や誰も知る者はいない。喜びにほっとして、すすり泣きながら、ディック・リスターがひざまずいたのは、愛する女が、すやすや寝ているそばだった。